はい、今回はですね、オール巨人が安倍首相の痛烈パロディ画像をアップということで、さすが巨人師匠ですよね、やってくれましたね。もうこれはね、どういう内容かというと、もう見ていただいたらわかるんですけども、この画像わかりますよね。安倍総理がその星野源さんに無理やり絡んできたあの動画が、日本中からね、疑義を申し出ているというか、まあバッシングを受けてるわけなんですよ、どちらかというと。その中でこの巨人師匠はね、ただバッシングするだけじゃなくて、こういうふうにオマージュをしてるんですよね。このなんか安倍総理がドリンク飲んだり、自宅でくつろいでね、本を読んだりみたいなことをしてるところをそのまんま真似して、でコメントの方にこう書いてくれてるんですよ。とにかく国はお金があるんだし、捻出したらどうだと、真水は20兆円寄付してくれということですよね。いくらでもすれるんだから、もうね、日本国中ほとんどの方がその日銀がお金すればお金の問題解決するってもう分かってらっしゃるんじゃないですかね。本当にそれを分かっていてしないのか、もしくは分からずにしていないのか、安倍総理と官邸と麻生財務大臣とね、それから財務省ぐらいのもんですよ。こんなみんながハッピーになる方法を邪魔するのは何なんでしょうね。だから国民がある程度困って暇がない方がコントロールしやすいから意地悪でそうしてるんだと思いますけども、まあまあちょっと本論がずれましたけどね。この巨人師匠はこういうふうなツイッターを上げて、私たちのね、本当にこう、もう本当はありがとう師匠、もう味方ですよ、もう心が震えますね。で、画面のね、右下に本を読んでるのがあるじゃないですか。この本のタイトル、これがね、また面白いんですよ。ちょっと下の方見てみましょうか。これ、この、その表紙にはこうある。安倍晋三、この空虚な器とありますよね。これはですね、表現者クラリオンという雑誌で、藤井聡、現在は京都大学の大学院教授を務めてらっしゃる方が編集長をされている方ですよね。で、この藤井聡さんっていうのは、第二次安倍政権で内閣官房参与としてね、安倍総理の政策を支えていたんですけども、まあ消費税反対論者なんですよ。まあですんで、まあ実質解任されたみたいなね。消費税反対して解任されたという、どういうことなんだって形ですけどもね。まあまあまあ、そんな感じでございます。で、巨人師匠っていうのは、吉本興業の所属の、もう超大御所芸人ですよね。この方を置いて他にはないっていうぐらい、吉本を代表するようなね、もう本当、もうこの人が吉本を率いてるみたいな形ですけども、まあ吉本といえばね、安倍政権を擁護するような、その大量の芸人たちがいるんですよ。もう擁護芸人ですよね。もうとにかく、安倍総理万歳みたいなね、そんな吉本興業なんですけども、そのトップとも言える人がもうね、こういうふうな態度を取っているということでございます。そこが痛快なんですよね。やっぱり芸人ってのはこうでなくちゃと思います。きちんとね、言いたいことを芸で申し立てるということですよね。まあ差し詰め、オール巨人師匠の前に安倍総理が出てきたら、まあ、パンパンやなってとこじゃないですかね。それでは本日は以上です。